お疲れ様です。植木屋健チャンネルです。今回の動画はですね、松のね、剪定でしてはいけないことについてね、ちょっとね、解説していこうと思うんですけれども、初心者の方ですね、もう出来上がった松についてなんですけれども、綺麗にね、仕立てられた松ですね、とか、玄関のね、門担ぎですね。門にこう枝がバーッと出てるようなね、松とか出来上がった松ですね。そういうのをこう、親からね、家受け継いで、で、自分が庭の手入れしなければいけないっていう方ね、結構たくさんいるという、コメントでもいただくんですけれども、そういう方とかね、初心者の方がね、多分知らないであろうというね、ちょっと大事なことをちょっとお伝えしようと思うんですけども、わかりやすくね、言うたらですね、ちょっとこれ見にくいんですけど、この緑がなかったんでね、この赤色が、松の葉っぱということで見ていただけたらなと思うんですけれども、何が言いたいかって言ったらね、こういうふうな、このほら、枝がビューっとあって、こう、バーっと松の葉っぱが出てるね、こういう枝あるじゃないですか。これね、この枝に、この葉っぱのがね、近くなかったらかっこ悪いんですよ。ですので、ここの枝がずんずん伸びていてですね、こんな感じですね。この枝があって、で、ここの葉っぱとのこの間がね、ずん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 上がってきて、ここがね、こう間延びしてるのがね、すごい、ブサイクって言われてるね。足長っていう状態なんですよ。で、こうなってしまったらもう戻せないんですよね。松の性質上。もう下からは、は、あの、芽が出てこないんで、もうこうなったら戻せなくなるんですよ。ですんで、その出来上がって松、出来上がった松っていうのはね、絶えずこう、下げるように維持しながらお手入れしてるんですよね。ですんで、たまに見かけるんですよね。家の方がやってはるんで、やろうなーって思うような玄関の松があってね、ここがもうすごいこう伸びてしまって、で上にパーッと葉っぱがあるというものすごい足の長い状態になっている松があるんですけども、それがすごいその、松の、本職からしたらものすごいブサイクな形になってしまっているということで、もう一つもう戻せないということなんですよ。だからもう手遅れになる前にね、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、その松の枝ってね、こんな感じで、で、お手入れする場合ね、初心者の方も YouTube 見てね、その、もみあげとかね、フルバツミとかいろいろ勉強されてる人もおると思うんですけど、その場合、こう、松のね、こう枝があるじゃないですか。で、もみあげっていうのが、この、今年の新しい葉っぱをこのようにもみあげると。これがもみあげ作業ですね。で、フルバツミっていうのは、この、もう、もうそろそろ落ちるであろうこの葉っぱをもう落ちる前に前もって蒸してしまおうっていうのがフルバツミなんですけど、でこういう手入れをすると。でこの時に大事なことがね、ここにね、枝が芽が出てるんですよ、ちっちゃい芽が。だこれを落としたらいけないっていうことをね、今回言いたいんですよね。でこれを落とさなかったらこういうふうな感じで維持できるんですよ。でもこの作業の時に、このね、ちっちゃい芽も、そういうこと知らずにパッてこれも取ってしまうと。で、すっきりしたようには見えるんですけれども、それを教えたら、こういうことになっていくっていうことなんですよ。だから、この芽を残さなければいけないっていうことを知っておかないといけないっていうことなんですよ。だから、こういう枝で言うたらね、こういうふうに松の葉っぱが出てるんですけど、その松のね、枝の根元にこういうちっちゃい芽が出てるんですよ、こういう。だこの芽をその手入れの時にね、すっきりさせるために、このちっちゃい芽をこういうふうに、もう取ってしまったりとか、手入れの時にこう折れてしまうということになってしまったら、今後はもうこういう形になってしまいますよと。もうこういう感じで維持できないっていうことなんですよ。ですんで、ちっちゃい芽を大事にして、枝からね、なるだけこう、
毎年毎年こう、低く低く維持するっていうことを心がけることが大事なことなんですよね。はい。今の時期は寒いであんま動けんやんか、松やってる時ってもうほんま寒いで、ほんでこれ今俺手袋をしてやってるやんか。でもまあ昔は手袋せずにね、やっててんけど、もう手がねボロボロになってくるね。ボロボロになってくるし、指は痛くなるしね。で今の時期めっちゃ寒いやんか。だから昔は手袋なしでやっててんけど、そのもう靴の方が上回ってくるね。あったら、松のこう手入れってすごい楽しいんやんか。上から順々きれいくなっていくからね。だから楽しいんやけど、それが苦痛になったら逆に効率悪いんやん。だから手袋はめてね。で手袋でのやり手袋の感覚に慣れたら結構でいけるんやんか。手袋もはめててももみあげれるようになってくるから、だから手袋、初心者の方とかね、本職じゃない方やったらもう手袋をはめて慣らした方がええと思う。もうやっぱ素手でやってたらね、ほんとこうもうボロボロになってくるからね、指がね。とか指の間が痛くなってね、なんか化膿したりとか、もういろいろ支障が出てくるんやんか。手袋もこれ、この手袋結構ね、細かい作業できる薄手の手袋やから、これやったら、なんとかね、もみあげもいける、っていう感じかな。で、こういう、の作業とかね、に限らず、脚立、これ俺今座ってるやんか。脚立の使い方として、脚立の上には座らないでくださいとかってね、危険ですのでって、言われるんだけど、座れるんやったら座った方がいいよ。しんどいねん、腰がね。で、腰が痛くて集中できんやったら、もうがっつり座って、手元に集中した方が効率ええから、別に脚立の上に座ったらあかんってわけじゃないよ。座って集中できんやったら絶対座った方がいいと思うよ。これは結構なんかこうちっちゃい芽がよく出るタイプの松やわ。でも全然ちっちゃい芽が出えへんタイプの松もあるしね。だからほんまいろいろやねんけどね。ここほら、こういうとこにちっちゃい芽があんねやんか。こういうのを飛ばさずにね、置いとかなあかんねやんか。だからいずれ
こっちが伸びたら、この長いの切れんねやんか。で、なんやろ、長いの切って、またこう戻せんねやんか。だから、この軸あるやんか、ここから葉っぱがどん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 高くなっていったらダメやねん。だから絶えずこの、ここと近く葉っぱを、近づけとかなあかんねやんか。そのためには、こういうちっちゃい芽を 全部置いとかんと、その、どん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 上に上がっていくねん。ちっちゃい芽を全部取って、もみあげてたらね。だからちっちゃい芽を残して、いつでもそっちに戻せるようにっていう芽を残しとかんと、松の性質上、上がっていてね、すごい見栄えが悪い松になってしまうのか。こう、ほら、整理したら、こう、シャキッと芽が立ってくるやろ。こう、上にこう、全部こう、立ってくるやろ。こう、葉っぱをこう立たすのが大事なこと。これをこう、伸びてくる、ほてたら。ただ伸びへんように、ここで芽を維持させてんねやんか。だから、言うたら、分かりやすい、こういうのもね、ここに芽があるやんか。で、これを残しとかなあかんねやんか。だから、こう出るから、で、またこう出た時に、またこういうのがここに出んねん。だから、まあ、言うたら、この高さでずっとここの枝を維持できるってことやね。でも、この芽を全部取ってしまって、これだけ残してもらったら、もう次、ここから上にしか行かへんなんねんか。だから、その、ちっちゃい芽は残しとかなあかんっていう。だから、ちょっとこう、時間がかかるっていうか、落とさんようにしてるから。そうね。こうやって蒸してる時もね、このちっちゃい芽を落とさんように、こうちょっとこうガードしながらやってんねやんか。だからこれも落とさんように、ガードしながらやってんねん。だからこういうのができて、このちっちゃい芽とか落とさんにね、ここでちょっとこう持って、これすぐ飛んでまうから、ちょっとこう押さえ、指でこうね、保護しながらやってるというか。でないと、その、もう知らずにポン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 芽が飛んでしまう。こういうのもこうやってやるようにって、こことかね、今度ちょっと芽が多いんやけど、まあ、真ん中取ってもいいけどね。ただその、こういう芽を落とさんようにね、こういうちっちゃい芽ね、このちっちゃい芽とかね、こうちょっとここでこう保護しながら、こうちょっとこう飛ばんように保護しながらやらんと、この芽が知らん間にも飛んでしまうわ。そういう。